でその終末期の、ね、在宅訪問栄養食事指導、はい、でこれについて、はい、その介入したことによる効果があるのかないのかっていうのも、はいはい、まあ、経験的にはあると思ってるんですよね、はいはい、だけどそれをきちんと検証評価されたことがないと、はい、だからその研究をやろうと、はい、で実際に、管理栄養士がその在宅で入って、はい、いろいろこうご本人やご家族に介入した時にどういう効果があったかということで、はいはい、これは、主として関わった管理栄養士の方、はい、まあ、あとはもしくは許可が得られたらご家族にアンケートを取ったという研究ですよね、はいはい、これはどういう結果が出てきたんですか。それでですね、やっぱりその管理、先ほどもお話しさせていただいたように、うん、まず家族からはかなりアンケート上では、うん、もう管理栄養士さんは必ずいてほしいと、うんうん、で今まで看取りの中に、うん、ほとんど訪問看護ステーション の, あの看護師さんと、はいはい、それから医師とっていうこの大体医師看護師、はいはいはい、この2パターンと、はいはい、それからあとお薬が必要なので、はい、例えばあのがん患者さんだったら痛みを止めるようなものとかで、うん、薬剤師さんは入ってたんですけれども、はいはい、そこに最後までやっぱり体を動かした方がいいんじゃないかっていう理学療法士さんだったり、うん、あと口のお掃除をするための、うん、あの歯科衛生士さんとか、うん、そあの歯科医師さんとか、うんうん、でそこにそれだけだったんですよね、うん、でもやっぱりそのお楽しみっていうか、うん、それにやっぱり加われて管理栄養士が入ることによって、うん、はい、栄養状態が安定まずしてたんですよね、うん、そのもうちょっと前から終末期ってあると思うので、うん、どんどんこう体重落ちてくるところが、うん、はいはい、やっぱりこれを食べといてくださいとか、少ない量でもエネルギーを上げたりとか、でそれでまず管理栄養士がいることの効果っていうのが出て、はい、特にがん患者さんがすごくいい効果が出ましたね、うん、エネルギー量が維持できたっていうことと、それからあと最後の看取りのところでご家族には非常に管理栄養士は必ずいてほしいっていうような結果が現れて、なんかね、論文拝見したら、はい、82歳の女性の在宅療養者の方がいて、はい、この方は認知症があってかつ脳梗塞で、はいはい、摂食嚥下障害、はいはいはい、でところがこの介護をする夫のご主人の方は、はい、パーキンソン病で、あの手が震える、新鮮というんですよね、はいはい、手が震える状況で、はいはいはい、要はだからそういう、まあ、老老介護ですよね、はいはい、介護をするにはなかなかしんどい状況、はいはいはい、でおそらく多分年齢から言ってもお食事を今まで作ってきた人ではない人ですよね、はいはいはい、でこの方にやっぱり管理栄養士さんが介入されていろいろアドバイスをされたって書かれてましたけど、はいはい、あの本来であれば、うん、あのこう作れないんですけれども、うん、やっぱりその介護者の人たちが車椅子でも料理が作れたりとか、うん、はいはい、そういうやっぱり機器があるんですよね、うんうんうん、そういうものをそのパーキンソンの患者さんであるご主人にお渡しして、うん、で作ってもらったりとかっていうことができるようになったりとか、あの本来であれば、うん、ホームヘルパーさんだけが来てもらって料理3食作るっていうこととか、あと配食弁当を家族で2人で分けちゃって1つを分けてしまったりとか、いろんな栄養問題っていうのがあの結構あるんですが、栄養士が入ることによって維持ができ、栄養状態の維持ができる。で最後亡くなる時ってがん患者さんってがんで亡くなるんじゃなくて痩せ細ってしまって低栄養で亡くなっていくんですよね。でそれがもう8割方あるので、うん、そこを維持できることによってあのがんも育っていってしまう、うん、栄養を入れると育つので大きくなるから栄養を入れるなっていう先生もいらっしゃるんですけど、うんうん、やっぱりどっちが勝つかっていうことで、やっぱり体重は維持、それで筋肉もしっかり体タンパクを維持するっていうことが重要なんですけど、うん、まあ、そういうのを維持できるっていうのはやっぱり栄養士たちが、うん、でそれがやっぱりこの何年間で、うん、あのフレイルっていう、うん、そういうフレイルとかサルコペニア、はいはい、中のサルコペニアとか、うん、まあ、ロコモティシンドロームとかいろいろありますけど、うん、まあ、そういうことがあの言われるようになって、うん、管理栄養士の活躍の場が出てきたかなっていうふうに思います、うん、面白いですね。だから本来介護をするには十分じゃない人がそうやって介入することにやってっていう、はい、まあ、そういうアンケートからこう事例をいっぱい引っ張り出してきて、はい、これ効果あると、はい、この方もミキサーはどうやって買ったらいいのとか、どうやって使うのとか、どうやったらとろみつけられるのとか全部教えてあげて、そうするとその人ができるようになって、はい、だから逆に言うと介護する夫の方もなんか生きがいっていうかね、はい、やりがいみたいなのがね、出てくるかもしれない。そうなんですよね。あのミキサーにかけるぐらいはみんななんか分かって、うんうん、
あの水入れてミキサーかけるんですけど、うんうん、水入れる分エネルギー落っこってしまうんですよ、うん、なるほど。でそれの飲むにしてもやっぱり誤嚥をしてしまうこともあるので、うんうん、その人の飲み込める状況を判断しながら料理って食べさせていかなければいけないので、そこはやっぱり管理栄養士の役割かなとは思います、うんうん、まあ、そういうのをきちっとアンケートから、はい、まあどういうことやって管理栄養士あるいは患者側の満足度みたいなのをこう調査されて、やっぱりこれ大事だというような形になる。で多分この辺全部つながってるような気がしてるんですけど、で冒頭ちょっとお話した栄養ケアステーション、だから結局こう在宅でこう現場行かなきゃっていうところで、まあ病院とかそういうところで言うともどかしいわけですよね。だからもっとこう患者とかその人に近いところに行かなきゃっていう思いで、そうなんです。この栄養ケアステーションっていうのは、はい、あの地域にこうあって、はい、管理栄養士さんがいて、はい、まあ、栄養指導したりとかいろいろやるようなことなんですけど、はい、ちょっとこれどういうものか教えていただけますか。はい、実はあの2002年ぐらいの時ですかね、うん、にあのもう厚労省の方から、うん、健康サポートっていうのを地域に置きなさいっていう、はい、あのまあ、指名っていうかそういうのがありまして、はい、それで、まあ、あの10年後ぐらいですかね、当時でいう平成34年って言われてたんですけど、うん、そこまでに1万5000個は全国に作ってくださ い栄養ケアステーション、栄養ケアステーションというか健康サポートっていう、であの栄養だけではなくて健康サポートする場所として、うんうん、あの提供してくださいと、はいはい、でそれが薬局が名乗り出たんですよ、うん、最初にすごい薬局が多いじゃないですか、うん、で薬局が名乗り出たりクリニックだったり、はい、あとあのいろんな地域の置かれているとまあ、あのセンターみたいなのありますよね、うん、そういうところが名乗りを上げたんですが、うんうん、いやうちらもやんなきゃダメじゃないっていうこと、栄養士としてもね、管理栄養もやっぱり、はいはい、要するに栄養も大事でしょ、うんうん、運動も大事でしょっていうことになって、うん、はいはいはい、でそれであのまず栄養ケアステーションっていうのが必要だねっていうことになったんです。ただそれって、うん、あの特定保健指導ってご存知でしょうか。あの私たちが人間ドックをしたりでその後に生活習慣病があったら、うん、そこであの栄養指導したり、うん、それから、あの看護師さんが生活指導したりするんですけど、そっち中心だったんですよね、うんうんうん、であの世の中もう生活習慣病で痩せろ痩せろっていう時代、うん、まだ2002年っていうのはその頃だったんですけど、徐々に話が変わってきて高齢化していったら栄養状態が悪くなって、うんうん、で運動もしない家に閉じこもりのお年寄りだったり、うんうん、はい、ご飯も食べないっていう人が増えてきまして、うんうん、それだったらって言って、うん、あのそちらの方をメインにして、うん、47都道府県にまず栄養士会があるところに作っていったんですよね。日本栄養士会としてこの栄養ケアステーション事業をやろうじゃないか。そうですそうです、その中心人物ですよね。そうですそうです、中心人物でいいのか分かんないですけど、でそれであのまず47できたんだけれども、うん、でその頃私が、うん、あの常任理事に なって栄養士会のね、栄養士会の常任理事になって、はい、いやいや47じゃ足りないぞ と、うん、で私がやってきたことを考えても、うん、自分の病院のテリトリーというのは非常に近いところの人しかできないと、うんうん、はい、で地域の人に集まってきてもらわないと無理だなと思ったので、うん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 、いやそうじゃなくっていろんな栄養ケアステーション、もちろんそのさっき言った高齢者も栄養ケアステーション必要だし、うんうん、子どもが今子ども食堂っていうぐらい子どもにご飯を食べさせないところもあるから、はい、いろんなものがあるじゃないと、はい、そしたら地域に作んなきゃダメですって言って で頑張って、うん、で国が認めてくれて、うん、それで認定栄養ケアステーションっていうのができて、でさらにその認定栄養ケアステーションを作ってったんだけれども、うん、あの診療報酬や介護報酬が、うん、あの訪問看護ステーションだとそこで得ることができるんですけど、まだまだ栄養ケアステーションと今現在もまだできてなくて、うん、そういうのがこう報酬受け取れる組織じゃない、受け取れる組織じゃなかったんですね、うん、で今もまあ、業務委託っていうか感じで47都道府県はできるんですけど、うんうん、地域はまだなんですよね、うんうん、でそれを頑張らないとその地域で医療が必要な人に対しては栄養指導はできないじゃないと、うんうん、まあ、いやボランティアではもちろんできるけれども、うんうん、あとお金を取ってやることはできるけど、うんうん、診療報酬介護報酬としては無理だなって思ったので、うん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 、機能強化型栄養ケアステーションといって、うん、
医療に携わった経験のある管理栄養士たちは機能強化していると、うん、あの医療的なちゃんと栄養指導ができる、はいはいはい、でそれに分けて、うん、今現在、登録者数が約5000人で、うんうん、で、全国に514になったんですよね、9月で。だからだいぶ増えてきてますけど、まだまださっきの1万5000っていうことを考えると、うんうん、まだまだ足りない感じです。機能強化型認定栄養ケアステーションというのは、はい、だからそういう、こう経験値の高い管理栄養士がいて、はいはい、だいたい設置しているのが医療機関だったり介護施設なんかがこう設置して、だから通常の、認定栄養ケアステーションは、はい、まあ、個人で普通に自宅を改装してやったりとか、はいはいはい、ちっちゃい規模でやってるっていう、はい、そこだと介護報酬とか診療報酬もらえないの で、そうですこちら側の機能強化型だと、はい、まあ、そういうレベルの高い管理栄養士と、はい、経験値のある、はい、栄養士と管理栄養士と、はい、医療機関なり介護ってこう、はい、ワンセットになってるから、はい、介護報酬診療報酬という、はい、もらえるようにするためにっていう構造を立て付けしたってことですね、はいはい、そうです。でそういうふうにして、うん、今あの要望を国に挙げているところですよね、まあ、あの都道府県の栄養士会は業務委託をすることができるようになったので、うんうん、あの例えばクリニックにこの神奈川県栄養士会だったら神奈川県栄養士会と組んで一緒に、うん、あの栄養ケアステーションですよって名乗ることができるんですけれども、まだその地域のものに関しては今要望段階なので、どういうふうになっていくかっていう感じですよね。